時って元気、みんなもさ、あの声出してくれてたからさ、そう、あのみんなの元気をあの劇場に置いていったんじゃないかなって思う。そう、みんな大丈夫かな、元気、明日からもね頑張ってほしい。これの後ろの方見てました、ありがとうございます。サンリオ大賞シナモン、お、ありがとう、1位ね、おめでとう、シナモンおめでたい。そう、シナモンが一応一押しなんですけど、私はもう一個推しがあって、もう最近はそっちの子の方が好きで、ルロロマニックが好きで、そう、ルロロマニックは圏外だったんですけど、そもそも入ってないのかな、キャラクター対象に。そう、なんかそうランキングに見つけられなくて、ルロロマニックちゃんをやっぱ、でも私がこうもっとちゃんと言えばそうよかったなと思って、来年はあの県内入りを目指して頑張りたいと思います。ルロロマニック、そう、ルロロマニックね言いづらい、そう言いづらいですね。7月30初めてお話し会、おー、やった、ありがとうございます。今どんなのいる、え、見て、可愛くない、やばい、これ猫、猫、でっかい猫、にゃんにゃん、可愛い、これ猫です、これはお花、これはお花、これは蝶々、これはお花、これはお花、お花、蝶々、なんか月と星、お花、そう、やった、取れないの、え、全然まだ取れないです、したばっかなんで、まだ1週間経ってないと思う。もう一回見たい、あ、これ、こっち、私も蝶々好きで、え、蝶々いいよね、可愛いけどハンバーグ作れない、え、作れると思うよ。え、コンセプトは世界平和です、これはもうそう決めたの、やっぱ猫、猫は可愛いじゃん、でお花畑で蝶々もいて、お花畑に猫ちゃんいるみたいな、めっちゃ平和じゃない、世界一平和な光景じゃない、夜公演ずっと目で追ってしまいました、え、嬉しい、ありがとうございます、可愛い髪型、そうなの、毎日投票したの、してないの、なんかそう、ルロのマニックちゃん、いや、てか自分がそう投票しなくてもなんかそのみたいな、っていうか全然キャラクター対象にそんなにあの全力でやってなくて、あ、もう結果出たんだみたいな思って、そしたらルロロマニックちゃんが県外だったんで、あ、これはちょっと来年は頑張ろうかなって思ったラブ&ピース、そう、ラブ&ピースだね、そのネイルなんていうの、これは、ジェルネイル、普通にジェルネイルです。夜公演ありがとう、生誕祭も行きます、あ、嬉しい、夜公演ありがとうございますね、いました、夢空さん、生誕祭も行きます、あ、ありがとうございます、え、同じこと2回言ってるよね、疲れてるのかな同じこと2回言ったよね今、あ、すごい、繰り返し、あ、じゃあループしてるってことにしとこうね、電波がちょっと悪いみたい、
そう、生誕祭、そう14日にやらせていただくんですけど、はい、ぜひ皆さん来てくれますか？ね、ちょ来てください、ね、一緒に盛り上がりましょう。楽しい日にしましょうね。アリアネイル、そうアヤネイル、来年投票所ね、投票所来年はみんなでルロロマニックちゃんを県内に入れよう。もうそんな10位内とか贅沢なことは言わない。まずは県内に入りたい。いやね、でもあわよくば10位内入りたいですけど。そうね、生誕祭みんな来てくれるかな。ね、来てください。全然違うんだけどさ、人の話なんだけどさ、セリちゃんのさ、お花がめっちゃすごくて、なんか可愛くて、そうっていうだけなんだけど、そうそうびっくりして、めっちゃ可愛くて、そうそれだけでした。そう普通に、あ、このそう花がすごいなと思って、はい。初生誕、おお、初生誕いいですね、ありがとうございます。仕事全力で片付けていきます、お願いします。夜公演最前の真ん中にいました。お、いいですね。なんか最前のさ真ん中ってさ意外とさ気まずくない？なんか意外と気まずいよね、これはね、すごいわかる。うん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。キャンマチ、今日の公演で初めて見て推しになりました。すごいな、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます、よろしく。キャンマチ、あ、キャンマチね、キャンマチか、うーん、ね、いけるといいですね、どうなんでしょうね。うん、ね、できればみんな入ってほしいけどね。最前は足元を見てしまいがち。で、だって目の前足だもんね。顔見たかったらなんかこうなるじゃん。だってもうこれくらいだよ。足しか見えないの、普通に前見てたら。すごいわかる。セーター当たった。あ、嬉しい、ありがとうございます。やっほー。こんばんは、こんばんは。こんばんは。ね、生誕はね本当に盛り上がっていきましょう。なんかやっぱ生誕ってさ毎回久しぶりだからさ、毎回楽しみだよね、やっぱ1年に1回だからさ。目線はちょうど5列目ぐらい。ああ確かに確かに、そうだね、目線的にはうん、その辺が一番こうお互い顔正面向いたまま見れるのかな。こんばんは、こんばんは。初めて最前で言いました。おお、最前いいですね。足道にはたまらんです、やん。ろれつが、え、ろれついつもこんな感じじゃない？どう、え、ろれつ回ってない。ゆなちゃんがペアグラビアのオフショット載せてた。あ、そう、 LINE 来てた、これ載せるねって来てました。三つ編みいいの、もういいでしょ三つ編み。そう、なんか髪伸びたんですよ、めっちゃ。三つ編みしてみました、どうですか、三つ編みどうですか。はい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 、あ、はい、朗読劇、あ、朗読劇、そう、ありがとうございます。そう、朗読劇来てください、朗読劇、アリゲーター朗読劇。なんか緊張する、めっちゃ緊張する、普通の舞台より緊張するわ、なんかなんか変な感じする。ぜひ見に来てください。通常運転いつも通り、そうだよね、私って滑舌悪いのかな、滑舌じゃない、ろれつ、そう滑舌はねいいと思うんだけど、そう似合ってます。あ、嬉しい、かわいい、ありがとうございます。ここは伸ばすの？え、なんかせっかくここまで伸びたから、そう、とりあえず伸ばしてみようかなって思ってます。なんかボブはいつでもできるやん、そうだから
そう、今とりあえず伸びたからこのまま切るともったいないからこのままちょっと伸ばしてみようかなって思ってる。2回同じこと言ってる？いやでもいいんだよそれで。うん、そう、普通に普通だもん、普通、これが普通。あゆちゃんの足の細さ公園で見ると際立ってます。マジ足太ったんだけど。ね、いやーなんか足太くなったんですよ。だから頑張んないと。おさげかわいい、ありがとうございます。ハイトーンにする？いやもう実はもう髪ブリーチしてエクステしたいんですよっていう気持ち。もう金髪ロングにしたいの今そう気持ちはね。いや初見です。お、初見です、ありがとうございます。本当に初見か。おお、ありがとうございます。そう、小麦粉のせい、そうなのよ、小麦粉のせい、全部小麦粉が悪い。うん、いやでも小麦粉ね、そう、金髪ロング、そうやりたくなっちゃって最近。うん、いやでもな、なんかでも急になんかイメチェンしすぎだよなと思って、別に今のも気に入ってるから、そうあれなんだけど。めっちゃ見て、おー嬉しい、ありがとうございます。いやそう、なんかみんな優しいからね、なんでも何でもね、そう可愛いって言ってくれるけどさ、ね、いやね、金髪どうしようかなって思ってる。そう、でもやっぱ暗い方がなんか顔は可愛く見えるかもしれない。昨日は劇場バックダンサーデビュー9周年、おお10周年じゃない？あ、9周年か、9周年だ、9周年。そう、じゃあ劇場デビュー9周年だったってことか。おお、昨日、おめでたい。そう、昨日は劇場9周年ってことですね、バックダンサー。9年ってやばいな。すごいね、おめでたい、おめでたいです。僕体楽しい、そう僕体楽しいですよ。うん、僕体でもいつもさ何ヶ月ぶりとかだからさ、めちゃくちゃ緊張するのそう、やっぱ久しぶりだとさ、もうどこで自分が何かを忘れてしまうんじゃないかっていう、そう不安がちょっとあるんですよ。そうなの、そうなの、いつも久しぶりなの。そう、久しぶりだ、忘れちゃう。そう、石尾さんにいつもあやねって久しぶりだよねみたいな言われる、僕隊の時。そう、僕隊はね本当に久々なんですよ。こんばんは、生誕祭楽しみね、生誕祭楽しみ。うん、僕隊は瀬戸りがいい。あー、わかる、めっちゃいい、めっちゃね、セトリいいですよね。ね、私もあの公園大好きです。夜公園の MC 大盛り上がりだったね力技よね。うん、もうあの力よ、パワー、パワー技うん、あの力技ですねあれは。それみんな盛り上がってくれてよかった。ビンゴからの僕の太陽の流れが好き。いや、いいですよね。なんかエイトの初期のツアーで結構ビンゴ僕の太陽めっちゃやってて、だからそれもやってた
なんか公演の曲ってよりエイトの初期のツアーの曲っていうイメージある、僕の太陽は。めっちゃいい歌。ね、そうそうそうなんですよ。僕たいね、本当になんかメンタルによってはその聞くじゃん、普通に音楽のアプリでさ聞くじゃん僕たいを。あのメンタルによっては涙出てくるよね。いい歌すぎて。そうなの、その日の体調によっては涙出る。もうめっちゃいい曲。あやちゃんが楽しそうだな。おじさんは何より、お、すごい優しいおじさんいた、やさおじいる。生誕祭当選した、おお、ありがとうございます。やった、楽しみましょう。わかる、いやそう、わかるわかる、いやみんなそうだよね。みんななんかね、あれなんであんなにねいい曲なんだろうっていう、うん、思うよね。今日のひまわりは劇場じゃなくて、あ、本当ですか、嬉しい。うん、私あのさ、ひまわりのさ衣装あるじゃん、麦わら帽子かぶるやん。あ、もう本当にこれは冗談なんだけど、多分あれ一番似合うと思う、麦わら帽子。なんか一番ひまわり感出せてると思う、麦わら帽子かぶって。うん、だって見えるもん自分で、麦わら帽子かぶってひまわりの衣装着て、あの鏡の前立つと、あ、ひまわり咲いとるって思う。冗談だよ、冗談だよ、冗談だけど、そう、うん、でもうん、ちょっとやっぱ一番あの麦わら帽子かぶりこなせてんじゃないかなってやっぱちょっと最近思った。そうなんですよ。歌詞とメロディーどっち派？なんかやっぱ若い時20歳ぐらいまではやっぱもう本当に曲が良かったんですよ。もうリズムとかメロディーが好きだから好きみたいな感じだったんですけど、やっぱこうだんだん年取ってくるともう歌詞を見ながら曲を聴いていい歌だなって思う。最近あるじゃん、歌詞見れるじゃん、そう LINE ミュージックとかさ、それで歌詞見てなんか、あ、いい歌だなって。なんか年重ねると歌詞を重要視するようになったなって思う。自然と背景にひまわりが見える、あ、嬉しい、そう、ひまわり咲いて、そう、ひまわり咲いてますようにって思いながらやってる。冗談でも一番似合ってる、想像できる、本当。じゃあまだ見たことない方はぜひあのね、生でオンデマとかで見てください。はい、誰がおじさんや。おじさんいるわ。夕日を見ているかの歌詞しみるね、こんばんは、あ、こんばんは、こんばんは、ひまわり咲いてます、ひまわり。昨日オカリナが2番の歌詞が泣けるって言ってた。あ、僕たい、僕の太陽。いやね、あのさ AKB の曲ってマジで2番良くない？なんかもう2番なんか逆にもう2番だけでやりたい全曲。
ぐらい、なんか2番の方がさ、なんだろう、え、めっちゃ2番いいってなる曲めっちゃ多くない？私めっちゃ思ってた時期があって、なんかもう全部2番だけで構成したら、なんか瀬戸りのイベントとかしたいなってめっちゃ思ってる時あって、そう、ほんと2番になった瞬間にえってなる曲めっちゃある。うん、だから絶対フルで聴いた方がいい曲めちゃくちゃあるし、もう全部そうだけど、そう、すごい思った。2番よ、2番よみたいな思う。コンサートもフルで聴きたいね。なんかやっぱフルじゃん、フルにしかない良さあるよね。抱きしめちゃいけないとかね。ああ、わかる、めっちゃわかるね。なんかやっぱその辺のさ、時代の曲の2番強い、マジで。こんばんは、こんばんは。こんばんは、どうも。センター祭が続いてますね。生誕祭続きですね。そう、だから毎日お花が運ばれますね。今日見たんですよ、お花が運ばれてるの言いました。今日は MC 面白かった。おお、よかった、面白かったですか？そうかな、そう、よかったよかった。こんばんは、こんばんは。お花屋さんお忙しいね。確かに、CS 入ってないのですが、どこかで再放送しますか？いや、再放送ないと思うよ。多分 CS でやってるから、再放送するとしても CS で再放送すると思う。あのドキュメンタリーでしょね。しね、そうだね。ゆりさんが2週ぶりの生誕祭ね、思った。そう面白いね、これまでの1年どうでしたかみたいな、これまでの2週間どうでしたかみたいな感じだよね。あやねちゃんの今日の MC 一番うまいと思った。え、ほんと嬉しい、よかったね、ありがとうございます。よいしょ。昨日は CS 見て感動した、泣きました。嬉しい、ありがとうございます。なんかさ、一人で見るのなんか寂しくて、そうだから、なんかメンバーで集まった時になんかよし見ようってなって、そう、なんかみんなで見たくて、だからまだ一人では見れてないです。チームメイトの看板いつまで？今日までです。今日まで、今日で終わり確か。あれ、来週まで、18までか、今日までだと思ってた。今日までだね、そう、今日まで、今日までだから、そうだね、今日まであと数時間ですね。
あと1時間ぐらいじゃないかな。うん、今日までです。そう、今日までですね。だから今日マリアと行ってきました、看板の写真撮りに。はい、ね、みんな写真撮ってくれて嬉しいです、ありがとうございます。いや、そうだよね、期間もうちょいあると思ったよね。意外と早かったです、終わるの。なんか看板見てきた、おお、ありがとうございます。かなり看板大きかった。そう、かなり大きかったですね。なんか感動した、なんか、うん、あれもみんなで見たかったな。ね、なんかみんなで見たらなんか泣いちゃうかもしれないね、わかんないけど。うん、放送日が昨日ね。そうなんですよ、アクスタ連れて行って写真撮りたかった。そうだよね、そう、なんかアクスタ連れて行くのさ、めっちゃいいよね。アクスタでみんなさ一緒に来たよみたいな感じで、さ、あれめっちゃ可愛いと思う、あの文化、あれ可愛い。こんばんは、こんばんは。サマーグッズのアクリルス、あ、サマーグッズね、サマーグッズ出ました、浴衣です。浴衣なので、はい、どうぞ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 ってなんだろう、はい、浴衣なので、浴衣と夏っぽい衣装を着てます。ぜひぜひぜひ。浴衣は良き、確かに夏だね。浴衣はどんな感じの、黄色、黄色着ました。確かオレンジか、なんかでもそっち系。うん、プライベートで浴衣着ることない。でもお友達となんか今年は浴衣着て夏祭りとか行きたいよねってなってて、今まであの人混みとかさ行けなかったからさ、そう、だからそう、でも浴衣を着て出かけるっていうのがやっぱこのアイドル期間中全くやってこなかったから、ほんと中学生の時に着てたやつとかしかなくて、そう、だから新しく買いたいなと思ってるんだけど、浴衣、うん、ちょ、今悩み中。そう、なんか可愛いのあるかなと思って見てます。意外と首長ばつく、そう、首長ぞ、これ首長いの、なんか首短いと思ってた。ちゃんと浴衣配信待ってます。あ、来たらね、買ったらやるね、新しいの買ったら。ごめん、お疲れ様、ありがとうございます。マジかマジかこんばんはこんばんは。はい、縁日の屋台何が好き、縁日の屋台、なんだろう、何が好きかな。射的、射的得意、射的得意です。うん、もう任せてって感じ。こんばんは。
なんかさ、すごいさ、小学1年生の時かな、小学1年生の時に家族で旅行に行ったの。もうどこ行ったか忘れちゃったんだけど、でその夏休みだったから、そのホテル旅館でお祭りみたいなのやってて、やっぱいろんな屋台が出てて、なんかそのいっぱい焼きそばとかもあったし、なんかそこでサッカーの的当てみたいな、9マスにさ、9マスあって、それをサッカー蹴ってパネル開けられたら、そう商品もらえますみたいなのがあったので、なんか2つパネル当てたらなんか一等賞みたいな感じだったのかな、わかんないんだけど、本当に記憶曖昧なんだけど、その小学生が蹴るラインと幼稚園児が蹴るラインが決まってて、幼稚園児が蹴るラインめちゃめちゃ前だったので、小学1年生か2年生1年生かな多分の時にそれやって、じゃあこちらになりますって言って幼稚園ゾーンに通してもらったのよでも何も言わなかったの、あ、ラッキーと思って。そうで、幼稚園ゾーンからめちゃめちゃ近くで蹴れて、すんごいパネル開いて、だから一等賞のなんかでっかい浮き輪ボードみたいな、プールで使えるでっかいボードみたいなのもらって、 それ使いました。ラッキーラッキーでした。そんな思い出があります。ラッキー、すごい覚えてるね。そうなの、本当にだってあんなでっかい浮き輪ボードをさね、もらえた、めっちゃ嬉しかったからめっちゃ覚えてる。前回のあねちゃんの稽古を見て、お、29日のお話し会、あー、ルシー、ありがとうございます。っていうかもう来週からずっとお話し会、毎週、ほぼ毎週あるね。ねえ、楽しみ。リアルもオンラインもあるかな、ね、楽しみ。こんばんは、こんばんは。でもさ、リアルってさ、なんかさ緊張するよね。もうなんかやってたけどさ昔、いやでもやっぱこっち緊張するわ。なんかやっぱオンラインのさ感覚に慣れちゃったからさ、やっぱリアルは緊張しますね。しかも私この間一部しかやってないから、コロナですいません本当に。7月にね振り替えできるので、ぜひぜひ、押し増しで使っちゃったっていう人はしょうがないんですけど、まだ残ってる方はぜひ振り返していただけるとお願いします。緊張の夏緊張の夏ね、 CM ね。こんばんは。かわいい、かわいい、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。来週か、来週リアル、来週リアルだね。おー、来週はあれか、振り替えは使えないのかな、多分。
日暮らしの声がめっちゃ頭に流れてる。こんばんは、こんばんは。再来週は栃木、あ、そう、栃木のイベントあるんですよ。24日ね、楽しみ。24日、栃木、なんか久々のイベントな気がする。幕張メッセ、あー、幕張かね、そう、みんな横浜と間違えないようにしてね。栃木で見られる、そう、栃木で見られます。来週、来週、ん、再来週か。再来週です。栃木のどこなんだっけね、どこでしたっけ。まあ、でも調べたら出てくると思う。宇都宮、あ、宇都宮か。餃子食べたい。晴れてるといいね。晴れてるといいね。野外なのかな。チーム系メンバーが鏡見て発声練習するのなぜ。いや、なんかもう、なんで、なんで、理由はない別に。なんだろう、なんとなく、なんとなくですね。うん、なんかストレッチを鏡見てやるんですよ。ストレッチしてボイトレするんですけど、声出しだから。ストレッチ鏡見てやってて、急にボイトレになってたら表向くみたいな。でも逆になんかあれじゃない、そのまま無駄な動きをせずにそのまましたら鏡向きになってるっていう感じなんじゃない、分かんない。うん、でもわざわざ表向かなくてもいいよなっていう。別に自分を見て声を出してるわけじゃないんだけど、その、なんだろう、表を、お客さん側を向いて声出しするのも、うん、別に特に理由はないです。なんとなくです。全然表向いてやってる子もいます。はい、花道に向かってやってる子もいます。人それぞれです。こんばんは、こんばんは。かゆ、自然な流れ、そう、自然な流れ。お話し会の振り返りは来週も使える。お、ほんと、じゃあ来週も使えるんだって。お話し会の振り返り、よかったよかった。じゃあぜひ来週も、来週使ってください。お願いします。最近どんな漫画読んでますか。最近は BL 買ったんで BL 読んでます。はい、あとは、え、何読んでるかな。でも LINE 漫画とかで読んでる。あ、最近ね、買った、なんか、グッドナイト、アイラブユーみたいな、やつを、がめっちゃ面白くてというか、買っちゃったんだよね。なんだっけ、グッドナイト、アイラブユーだっけ。本当に、買ったの、この間。あ、うん、グッドナイト、ちょっと待って。うん、グッドナイト、アイラブユー。おすすめ。めっちゃ面白かった。あと光が死んだ夏はすごい結構流行ってるというか、あるよね。光が死んだ夏とかかな。あとなんだろうね、
新規開拓がいつもすごいわ。新規開拓、あ、全然別に BL はもう全然もう10年以上ですね。10年ぐらいかちょうど。うん、アイドルより長いです。全然新規じゃないです。古参、古参古株、うんです。こんばんは、こんばんは。黙々連はトレンドね。そうそうそう、なんか渋谷にさ、なんかその2巻出た時にさ、めっちゃパネル出てて、めっちゃすごい写真撮っちゃった。なんかストーリーかなんかに載せたかもしんない、光が死んだ夏のやつ。昼公演最善、おー、ありがとうございます。楽しかったね。楽しかったです、ありがとうございます。 BL とは何ですか。あ、ボーイズラブっていう漫画のジャンルですね。うん、遊びに来て、お、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ちょっと七瀬に LINE 返すね。いい？ちょっと七瀬に LINE 返していい？即レス派。あのなんかさ、さっき来て30分前ぐらいに来てて、そう、あとでいいかなと思ったんだけど、ちょっと返そうかなと思って。七瀬献血イベだったね。そう、どうぞどうぞ、みんなどうぞどうぞ。アリちゃん今日初劇場でした。ボードあり、あ、ボードね、あ、嬉しい、ボードの子だ、ありがとうございます。あかりちゃん、そう、今日は初めましての女の子いてね、ありがとうございます。嬉しい。コミケで芸人の BL 売ってたよ。わかる、めっちゃわかる、懐かしい。あれ、仲間、仲間か、仲間いる。なにちゃん下向くと日向坂の東村メインに似てる。誰だろう、東村メインちゃん。今来ました、若返った。あ、本当嬉しい。若返、そう、若返ってますか、若返ってますか。わかんない。え、でもさ、思う、自分でさ思うんだけどさ、いや、そんなことないよ。だって去年の写真の方が絶対若いんだもんって思う。去年の写真見たの、1年ぐらい前の。え、若っ自分って思った。だから絶対に若いんだって昔の方が。でも若返ったって言われてめちゃくちゃ嬉しい。そうでありたい、若返りたい。こんばんは。まつげ長い、そう、まつげは長いんです。こんばんは。ごめん、ありがとうございました。爪かわいい。あ、ありがとうございます。やっほー。7センチのオファー、あ、
いや、まあいつかね。7センチだと思ってたの私。あれ7センチなんだね。7センチじゃない？7センチ？わかんない。まあいつか出たいねみたいな話はしてる。モカベリにはエイトで一番可愛いのはアニちゃん。え、本当？いやなんか多分ね、そのサイズ感とかもあるよね。そう、顔だけじゃなくてなんか多分あのちまってしたか、ちいかわ、ちいかわ、うん。その七センチらしい。七センチ。うん、そうなんだよね。だからその一番可愛い、なんかこう可愛いっていうのって人それぞれじゃん。なんか、あ、美人を可愛いっていうタイプもいればさ、もう本当になんかもうリスちゃん、リスみたいで可愛いみたいなとかさ、あると思うね。人それぞれだからね。そう、だからりんちゃんの可愛いの中にうまくハマったんだと思うこれが。小動物か。いやでもさ、なんかカワウソに似てるって言われる。なんかそう、一番カワウソが言われる。カワウソの口を練習してる。カワウソ、でもカワウソを見たの、カワウソ普通に可愛くて、普通にカワウソ好きなの。でもなんかカワウソみたいな顔した私の写真とカワウソの写真を比べたのね。え、めっちゃ似てるって思って我ながら。でもカワウソはカワウソで可愛いじゃん。そう、だから別物として見たいんだけど。だからね、そのカワウソカフェに行きたい。カワウソカフェに行きたい。カワウソ系、そう、カワウソ系なんですよ。なんだと思う、逆に。ね、でも一番カワウソがしっくりくるんだけど今のところ。他に似てるやつあったら超知りたいカワウソカフェいっぱいあるよ。うん、コアラ、え、コアラ、コアラか。コアラは言われたことないですね。でも自分的にはなんかヒヨコとカワウソを足して2で割ったぐらいかなって思ってる自分では。うん、チンチラあ、チンチラありえるよ。チンチラありえる。
チンチラ、チンチラね。大体この口しとけばいける。なんかこればっかやってるとさ、うん。ちょっとおもろいでしょ、ちょっとおもろいでしょ、おもろいでしょ、ちょっとこの口おもろいなってそう思ってんの自分で。ハムスター、あ、ハムスターね。げっしり、あ、げっしり、あ、そう、げっしりかも。そうかね、そうだね、げっしりでした。げっしりやな、私げっしり。こんばんは、こんばんは。遅くまでショールームしてくれてありがとう。いやいやいや、ありがとうございます。こちらこそ遅くまで見てくれてありがとうございます。ビーバー、ビーバー嫌じゃない、ちょっと、ね、ビーバー可愛くないじゃん。ビーバーは嫌。レッサーパンダは可愛い。カピバラ、本当に、カピバラ本当だね。カピバラ似てる、本当。カピバラは可愛くない。可愛いけど、カピバラはね、カピバラは可愛いけど、カピバラに似てる顔は別に可愛くはないと思う。うん、カピバラの顔可愛い？カピバラはカピバラで可愛いんだけど、カピバラみたいな顔だねって言われて嬉しいかな。そう、なんかすいませんね、めんどくさくて。ラッコ、あ、ラッコはわかる、ラッコ可愛い。なんかげっ歯類は出っ歯、出っ歯ではない。オッケー、出っ歯ではなくない。うん、モルモット可愛い、モルモット可愛い。ウーパールーパー、ウーパールーパーはわかる。あの、そう、そっちもあるんだよ、ウーパールーパー。そう、ウーパールーパー説もある。リス、ね、リスはちょっと違うかもしれない。リスはなんかセナタンとか、リスはセナタン。まあね、そんな感じで、そんな感じです。動物に例えるとね。こんばんは、こんばんは。あ、うさぎ、あ、うさぎいいね、うさぎかわいいよね。あ、うさぎ嬉しいわ。シナタに小動物があるよね。ね、なんか赤ちゃん、小動物の赤ちゃん、なんかリスの赤ちゃんとかさ、赤ちゃん、セナタンは。今日のビジュアルウーパールーパー感強いかも。これじゃない？絶対これのせいじゃない。これがあのウーパールーパーのあれを表現してるよ。よいしょ。
ね、もうすぐ生誕祭で、生誕祭です、よろしくお願いします。生誕祭まつげ長い動物考えたけどラクダ、え、ラクダだよ、え、ラクダはあり、ラクダって言われたら、あ、確かにラクダですってなる、あ、ラクダですよ、うん、髪型似合いすぎ、あ、本当ですか、ありがとうございます。レピオ、生誕祭初参加、おー、いいですね。LINE開始してました。羊さんヘアが今日のが好き、え、なんかね、やっぱ髪上げてる方がね結構あれだよね、なんかすっきりしていいよね。イタチか、あ、そう、イタチか、イタチか、そう、イタチです。もがめ今日から始めました、あ、本当ありがとうございます。もがめね、なんか楽しそうなもがめ送れるように頑張ります。髪型お気に入り、あ、でもこれお気に入りです、今初めてやったけどこれお気に入り。でもお気に入りはなんかでもハーフツイン系が、うん、好きかな。うん、でも最近ストレートも好きです、もうシンプル、シンプルな感じが好きですね。はい、髪型は自分で決める、うん、かな。メイクさんと相談する時もあるけど、今日何がいいか、いいですかねって言って、うん、ミクさんとあれがいいんじゃないみたいな、あれがいいんじゃないみたいな感じで、はい、やってます。こんばんは、こんばんは。髪伸びた、そうなんですよ、髪伸びたんですよ、髪伸びました。やばい、何年ギフトとかもありがとうございます。レチありがとうございますね。あやねちゃんのグラビア見て鼻の下伸びました。ずっとあやねちゃんの感じ間違ってるよ。言わなかったけど、ずっとあやねちゃんって感じ間違ってますからね。あやねのお顔めっちゃ好き、あ、本当ありがとうございます、嬉しい。そう、本当ですか、嬉しい、顔好きは嬉しい。
ね、草生えてるみんな。パフォーマンスの 指先が綺麗。本当嬉しい。やった。そうかな。嬉しいな。やっぱ爪これのおかげかしら。ありがとう。これのアンケート NHK MVP にした。本当嬉しい。やった MVP。 マジか。やったね。やったぜ。アニちゃん、そうアニちゃん。あやねのあやは彩る方ですよ。ね、ごめん。なんか傷ついちゃったかな。ごめんね。でも間違ってるよって。怒ってないよ。ね、出てこなくなっちゃった。怒ってないよ、大丈夫だよ。サーリンと漢字が似すぎてびっくり。そうだね。5年以上、7年ぐらい、そうだね。いまだに間違えられるけどね、公式に。いまだに公式さん間違えますからね。次のイベントのやつ間違えてた、間違えてた。もうすぐ LINE したもん。はにゃってスクショしてはにゃって送った。はにゃは言ってないけど、間違えてますよって。そう。間違えてますよって。あ、怒ってますよって。それはさすがに怒ってるよって。そう、でも本当にずっといつも仲良しマネージャーさんだから。そうで、そのマネージャーさんもその公式に載せる人と違うから、マネージャーさんが間違えたわけじゃないんだけど、マネージャーさんに言ったの。そう、間違えてますモバメの返信タグ、あ、ハッシュタグあやメールです。ひらがなあやメールお願いします。ありがとう。ね、みんなもハッシュタグあやメールで返信してくれていいんだよ。待ってます。そう、あ、これです。これまいちゃんのハッシュタグのやつです。こんばんは、こんばんは。そう、それでそう、なんか間違えてますよって言って、あ、ごめんなさい直しますってなって、でその後そのイベント側さんの、栃木のイベント側さんのポスターパンフレットにも写真はあやねなのに名前がさやかだったの。なんかそれもこれも間違えてますって言って、そう、ね、でもさすがに間違いすぎやろと思って、すいませんって。1回目はいや全然大丈夫ですよみたいな、いつもは全然大丈夫ですよみたいな感じで、別にいいし間違えるし、でも何年目って思ったの。そう、さすがにあやねちゃんも怒るよって思って、そうだからもう2回目の本当にすいませんみたいなやつはもうこれのスタンプで返した。あるじゃんっていうスタンプ、これで返しといた。いいよみたいな。
うん、そうだから私もあれ、そもそも人を間違えてるのかなと思って、もしかして私じゃなくてサーリンを出すのに私にあの出ますって言ってるのかなみたいな場合もあるじゃん。そうだから、え、あやね出ますかって聞いて、あ、あやねちゃん出ますみたいな、そうなったから、そう、よかったんだけど、うん、そう、いや全然いいんだけどねっていうか、もう全然怒ってないんだけど、そう、ちょっと声で返しといた。まあ年に数回あるからね、これはもう避けられないんですよ。はい、マネージャーさんはずっと長くやってるからあんまり間違いないけど、あのその公式にあげるその広報さんとかは多分そんなに会ったこととかもないから、うんね、その長年やってるかもわかんないから何年目とか言えないから全然怒ってないんだけど、そうネタでね、なんかこうね、面白おかしくそうやってます。何年目って聞いてほしい。あ、本当？聞く聞く、全然お話し会でちょっと聞いてください。ヘロー、ヘロー、ハロー、こんばんは、こんばんは。もう11時半過ぎとる。お、結構喋りましたね。結構長い間ね、みんなおしゃべりに付き合ってくれましてありがとうございます。じゃあね、そろそろ終わりにしようかなと思います。24日の生誕祭はよろしくお願いします。楽しみましょう。じゃあランキング読みます。13位ショートさん、12位カティさん、11位和田ちゃん、あやね大福さん、10位たっちゃん三代目さん、9位 YSN73 さん、8位電気ピリピリさん、7位清水さん、6位のり、あ、変わった変わった、13位カティさん、12位電気ビリビリさん、11位りょうと鳥ぼもしさん、10位和田ちゃんあやね大福さん、9位としさん、8位のりあやね大福さん、7位 YSN73 さん、6位清水さん、5位誠あやね大福さん、4位やむたかさん、3位はコージコアラさん、2位レッドブル KTM オメガ8、青色を見るたび世の中脳内再生さん、ありがとうございます。1位やすさん、ありがとうございます。それではまたやったら見に来てね。おやすみ、ありがとう、バイバーイ、おやすみなさい、バイバーイ。